ラリーザ・ケーブルガイはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、声優である。本名はダニエル・ローレンス・ウィット・ニー。1963年、ネブラスカ州パウニーシティに生まれる。養豚農場で育ち、両親ともにギタリストやエンターテイナーなどの肩書きを持っていた。地元ネブラスカ州の大学へ進学するも、コメディアンとしての道を歩むために中退している。 1990年代初頭にラジオのパーソナリティとしてキャリアをスタートさせ、その後スタンダップコメディアンとして数々のコメディ舞台へ出演。特有の南部なまりを駆使したレッドネック芸風が方々の観客に受け人気に火がついた。その後自身のコメディアルバムも発売し、独特の芸風で知名度も急上昇。2006年にはピクサーの長編 CG。 アニメーション、カーズでメインキャラクターであるメーターの恋に抜擢され、以後の続編、スピンオフでも同役を演じている。テレビでも数々のコメディ番組などへ出演するから、2011年にはアメリカ国内でケーブルテレビチャンネル、ヒストリーチャンネルにおいて、オンリーン、アメリカウィズ、ラリーザケーブルガイというラリーが、ホストの旅番組も制作、放映された。2005年に、 カーラ・ホイットニーと結婚し、現在は二児の父親でもある。ありがとうございます。